さあ攻守の方向を入れ替わりまして、これより第2クォーターに入ります。愛知今度は画面向かって左から右に攻める格好で攻撃を展開する、継続する形になります。インターセプトにより得ました。相手陣34ヤードの地点からファーストダウン10。直行様コメントありがとうございます。配信ありがとうございます。愛知ゴールデンウィングスの幸先良いスタート頑張ってほしいです。非常に順調に愛知現在の攻撃を展開しております。さあ愛知この最初の1点目はランプレーとしました。ランニングバック35番、ハンドオフ託され中央トップ図りましたが、しかしここはアイランズディフェンス陣踏ん張りノーゲインと変えています。ダウン1つ進んで愛知次の攻撃セカンドダウンに変わります。愛知相手陣34ヤードからセカンドダウン10。パス不成功。クォーターバック13番、ワイドレシーバー86番へのパスを投じましたが、86番、このボールをダイビングキャッチ試みにもパス不成功に終わっています。元の地点に戻りましてサードダウンと変わります。愛知相手陣34ヤードからサードダウン10。タッチダウン。愛知ここでオプションプレー、クォーターバックが持つかランニングバックに託すか選択するプレーに出ました。託されましたランニングバック30番、右オープンに展開しつつそこからカットインし中央突破、一気にエンドゾーンに入りましてタッチダウン。素晴らしいランプレーにより愛知6点獲得をしました。愛知トライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレーです。キック成功、1点追加。愛知ゴールデンウィングス16点、クラブアイランズ0点。先ほど素晴らしいタッチダウンラウンを決めましたのは愛知ゴールデンウィングス30番、近藤、愛知大学出身のプレイヤーでした。近藤選手コメントありがとうございます。ブロッカーも非常にいい仕事をしておりました。相手選手をひっくり返す素晴らしいブロックもありました。さあその得点を挙げました愛知ゴールデンウィングスのキックオフで試合再開となります。ボールオン自陣35ヤードの位置にセットされました。キックオフをしますのは愛知ゴールデンウィングスキッカー毛利、名城大学出身。さあアイランズリターンに入ります。このリターンはよく自陣30ヤード付近を超えたところでボールデッドとしました。リターナーは26番の沼、大阪大学出身のプレイヤーでした。さあタッチダウンを2つ奪われたクラブアイランズ、この攻撃打開できるでしょうか。
ボールオン自陣32ヤードの位置からのファーストダウン10。さあ、アイランズはここでドロープレー、パスに見せかけたランプレーを展開しようとしました。しかしこれは愛知のディフェンスライン陣が察知し、約2ヤードロスに変えました。クラブアイランズ自陣30ヤードに下がりまして、セカンドダウン12。ここでスナップミス。スナップ乱れ、クォーターバックがボールを落としましたが、なんとか自ら抑えています。しかし結果的に約3ヤードさらにロスという形になりました。アイランズ自陣27ヤードの地点に下がりまして、サードダウン15。攻撃権更新、必要距離は15ヤードとなります。パス不成功。クォーターバック11番、左ロールアウトからスプリントアウトからワイドレシーバー83番へのパス。しかしこのパスは高く、パス不成功に終わります。攻撃権一つ失い、アイランズフォースダウン15となります。クラブアイランズ自陣27ヤードからのフォースダウン15、パントフォーメーションを選択します。このパントは愛知陣40ヤード付近で外へ、ハーフウェイ付近でボールが外へ出まして、この位置での攻守交代となります。攻撃の打開点見えないクラブアイランズ、苦しい攻防になっております。愛知、この状況をさらに優位に形作るために、この攻撃生かす格好ができるでしょうか。ボールオンは自陣49ヤードからファーストダウン10。ファースト。ここで愛知一気にロングパスを投じました。86番ディフェンスカバーされながら見事にこれをキャッチしまして、攻撃権更新です。愛知ファースト、素晴らしいキャッチしました。愛知ゴールデンウィングス86番は山田、滋賀大学出身。ここでホイッスル。愛知、ここで前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。愛知、ここで一旦攻撃の仕切り直しをするためか、まず前半1回目のタイムアウトを取りました。ここまで攻撃を順調に展開しております愛知、この絶好の攻撃を生かすことができるでしょうか。この配信は XE 全13チームの合同企画により、すべてのチームおよびこの企画にご賛同いただいた画面上にあります方々のご協賛によりまして、配信は実現させていただいております。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。
この企画は現在も継続させていただいております。この配信の説明概要欄にその申し込みとなりますショッピングカートの URL が記載されております。その意ございます方はぜひご協力ご協賛をお願いしたいと思います。さあタイムアウトを解けまして試合再開となります。愛知相手陣25ヤードからファーストアンテン。ナイスラン、ファースター。何枠30番オプションプレーのピッチを受け右オープンを疾走、相手ディフェンスの隙間を縫うように走り抜けて一気にゴール前に攻め込んで攻撃権更新としました。愛知ファースター、素晴らしいランを決めております。愛知ゴールデンウィングス30番は近藤、愛知大学出身。これにより愛知相手陣2ヤードからファーストダウン2ゴール。パス不成功。これクォーターバック1番ワイドレシーバー8番へのフライパス、浮かせたパスをワイドレシーバー8番の身体能力にかけてそのキャッチ試みましたが、しかしこれはディフェンスのカバーもありパス不成功に終わっています。攻撃権1つ失いまして愛知セカンドダウンの攻撃になります。愛知相手陣2ヤードからセカンドダウン2ゴール。再び愛知パスプレーを選択します。今度はターゲットを変えましてワイドレシーバー6番へのパスでしたが、これはディフェンスカバーしておりパス不成功に終わっています。愛知サードダウンの攻撃と変わります。愛知相手陣2ヤードからサードダウン2ゴール。さあ中央へのランプレーを選択しましたが、これはアイランズディフェンス、ナイスディフェンス。35番の中央突破をアイランズ22番見事に止めましてフォースダウンに持ち込みました。キャリア35番は水野、日本福祉大学出身のチームバイスキャプテン。しかしこれを止めましたクラブアイランズ22番は堀田、京都大学出身の同じくチームのバイスキャプテンです。さあアイランズフォースダウン2ゴール、残り2ヤードに入ります。プレー選択です。ギャンブル、タッチダウンしないと攻守交代になります。さあそれを中央のランプレーで狙った。さあこのランプレーの結果の判定を待ちましょう。タッチダウン、非常に際どいプレーでしたが、このランプレーによってランニングバックのボールがエンドゾーンの中に入りました。ボールがわずかでもエンドゾーンの空間エリアを超えればタッチダウンは成立となります。これによりまして愛知ゴールデンウィングス6点追加となりました。愛知タッチダウン。キック成功、1点追加。これによりまして愛知ゴールデンウィングス23点、クラブアイランズ0点となりました。島谷さんはメッセージありがとうございます。ロングパスを投げられなくなればパスをするからランだけで防げれば進む、そしてランが止まるからショットガンで細かく取る余力がなくなる。確かにこのランとパスの組み合わせによる妙はあると思います。そして手堅くボールを手渡し、そして確実に進められるランプレーでアメリカンフットボールが展開できるとそのチームは試合全体をコントロールしやすいという点にはあると思います。
さあ愛知キックオフにより試合再開となります。さあ26番愛知、アイランズリターンに入ります。このリターンは自陣25ヤード付近でボールデッドとなりました。さあアイランズ自陣26ヤードからのファーストダウン10の攻撃に入ります。さあこのパスは成功となりました。まず愛知最初のパスプレーを展開し、これをワイドレシーバーに入りました26番見事にキャッチし、約3ヤードのゲインとしています。パスを取りましたワイドレシーバーは26番、ランニングバック登録の沼、大阪大学出身のプレイヤーです。投じましたクォーターバックは11番の旗部でした。エイジ51歳のクォーターバックがここでも躍動をします。さあその旗部が自らボールを持ち込み中央突破を図ります。密集点に飛び込み約2ヤードのゲインとしました。クォーターバック旗部、ここで自らの身体をかけての素晴らしいプレーを見せています。九州工業大学出身の51歳のクォーターバックです。アイランズ自陣30ヤードからサードダウン5。インターセプト。ここでパスプレーに出ましたが、しかしこのパスを取ったのは愛知44番、インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー。見事にインターセプトを決めましたのは愛知ゴールデンウィングス44番の深夜、京都府立大学出身のプレイヤーです。さあ前半残り時間2分50秒で愛知相手陣36ヤードからファーストダウン10。なんと愛知これをワンプレーでタッチダウンとしました。託されましたのはキャリア30番、ハンドオフを受けて左オープンに展開、ディフェンスの間を隙間を縫うように走り抜け、そのままエンドゾーンに走り抜けてタッチダウン。愛知6点獲得。愛知トライ4ポイント。キッカーは2番の毛利が務めます。名城大学出身。キック成功、1点追加。愛知ゴールデンウィングス30点、クラブアイランズ0点となりました。先ほどのプレー見事なタッチダウンダウンを決めましたのは愛知ゴールデンウィングス30番の近藤、愛知大学出身のプレイヤーでした。
さあ、そしてトライフォーポイントをここまでそつなく決めている毛利のキックオフで試合再開となります。さあ、アイランズリターンに入ろうとしましたが、リターナーここでボールをファンブルしました。抑えていますが、結果的に自陣20ヤード付近でボールデッドという形になります。アイランズこの位置からの攻撃という形になります。アイランズ自陣19ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファーストダウン。ここでアイランズランプレーキャリア23番に託しました。ハンドオフを受けた23番、右オフタックル付近を突破し、攻撃権更新としました。クラブアイランズファーストダウン。先ほどのランプレー決めたのはアイランズ23番の金城、江南大学出身のプレイヤーです。アイランズ自陣33ヤードから、失礼、32ヤードからファーストダウン点。さあ、再び中央へのランプレーで突破を図ります。同じくキャリアは23番、味方ブロッカーを生かし約3ヤードのゲインとしています。しかしボールを持った選手が中で倒れているため時計が回り続けます。前半残り時間1分30秒を切ります。クラブアイランズ自陣36ヤードからセカンドダウン7。さあ、まもなく前半残り1分10秒を切ろうとしています。さあ、再びランプレー、今度はクォーターバック振り向きざまにリバースピボットでランニングバック23番に託しました。左オフタックルをつき、このランプレー効果を発揮し攻撃権更新としています。クラブアイランズファースター。さあ、アイランズ自陣43ヤードの地点に戻しました。この位置からのファーストダウン点ですが、しかし試合時間前半残り40秒をまもなく切ります。さあ、ここで中央のランプレー展開しようとしましたが、これは愛知がディフェンス集まりよくノーゲインとしました。ここで前半終了となりました。前半終了となりまして、愛知ゴールデンウィングス30点、クラブアイランズ0点で愛知ゴールデンウィングス大きくリードしての前半戦終了となりました。